旧国シンクタンクからこんにちは。本日は年度末も情勢分析研究会を行ったんですけれども、台湾情勢の専門家の方に完全非公開でかなり深いお話を聞きましたので、講演者の方は出ないということで、年度末ということでいろいろなことが起きますので、ご報告、成果報告、今後の方針をお話したいと思うんですけれども、梶野先生、なんかとあるおめでたい事情で4月から客員研究員になられるということで、とはいうものの柿野先生のレポートは永田町でも大変評判でございまして、今回の日銀政策決定会合で一体これはどう評価していいのかというところを知りたい人もいるということで、レポートを作成しましたので、これを会員の方にも配られるということで、ぜひご説明、それがこれまでやってきたことなんかをお話しいただければと思います。私はこちらでは日銀の金融政策や規制の問題であったりとか、ここらは私先生やっておられますけれども、減税の問題とか、そういった問題について、経済の、お話全般ということを、担当させていただいていたわけですが、4月以降も引き続き情報を、発信していきたいというふうに思っています。今回の、ちょうど3月のこのすごい大事なところでというところではあるんですけれども、この3月にこの緩和の修正に踏み切ったわけですけれども、日銀がどうしてこういうことをやったのかということは、なかなか分かりづらいと、それから何よりも一番問題なのはですね、これからどうするのかということが、今回の緩和修正の際にはそのタイミングもちょっとよく分からないんですが、今後どうするのかということが明確になってないわけですね。そういった問題についてこちらでちょっとレポートを書かせていただいているわけですけれども、例えばこの緩和の修正の問題点であるとか、今後どういうことをやっていくべきであるのか、それから日銀の情報管理の問題であるとか、そういった問題について、ご指摘を、いろいろさせていただいているわけですが、こちらを、会員の皆様にも、お届けしたいというふうに思っております。梶野先生、要するに、上田総裁は、いいんだけれども、黙って信じてついてこいみたいなところがあるんで、議員の先生方に、国民を安心させるためにこういうことを聞いてねみたいなことをまとめられたわけですよね。という、非常に落ち着いたバランスの取れた野党の先生、主に野党の先生にこういうことを聞いてくださいみたいな提言をしていくと、梶野先生の話を熱心に聞いていただいている方ばかりですよね。今後も梶野先生には中国シンクタンクの経済の問題担当していただくために、客員となりますけれど、今後ともよろしくお願いいたします。江田先生からもご挨拶をよろしくお願いします。去年から国家防衛分析プロジェクトというのをやっていまして、その中で、とりわけインテリジェンスのことについて動画番組をやってきて、茂田先生との動画についてはこれ、クライマ工房のお力を借りて今回こういう本を、出すことができましたので、ぜひとも読んでいただければなというふうに思いますし、早速知り合いの情報関係と政治の関係の人たちにはもう渡ししてますけども、皆さん詩吟とっていう、もうインテリジェンスの中でも中核のですね、概念をやっぱりこうきちんと理解してもらうっていう意味では、いい、仕事が、旧国シンクタンクのおかげできたかなと思っている次第です。で、掛野先生と同じで、もう僕も3月31日をもって、客員の方に変わりますが、引き続き、この安全保障に関してはいろいろ、ご協力をさ、協力をさせていただきたいと思っている次第です。そもそも番組が防衛分析プロジェクトに関して4月以降も続きますしね、配信が、番組はですね、配信は続いて、あと、追加の、これ以外のところに関する分析の、ことについては旧国シンクタンク総省を作っていかないといけないので、そっちの方の作業は引き続きやっていきたいと思っている次第です。では渡先生、今年なんと減税が実現したということと、そして4月以降何をやっていくかという力強い決意をぜひよろしくお願いいたします。力出てる。すいません、今海外から帰ってきたばっかりで、もうちょうど今日帰って、この収録直前に帰ってきたばかりで真相なんですけど、一応岸田さんが所得税の減税を定額減税ね、やってくれたわけですけども、でこれ面倒くさいとかいろんな声がたくさん出てるわけですよね、税理士さんとか社労士さんから。これはですね、高級減税にしないから面倒くさいんですよ、ということで、岸田さんも含めてですね、減税ってのはそんな1年でやめるような話じゃなくって、
しっかりと、まあ、今後の経済の先行きをきちんと盛り上げていくように継続しながらやっていくものなんだということは、それは当たり前の話を、まあ、今後も発信していきたいなというふうに、思っております。で、それをやるためにはやっぱり多くの人の声が必要なんですね。結局岸田さんが、まあ、いやいやながらも減税に踏み切ったのは多くの人の声があったからで、じゃあそれどうやって起こしていくのかということで、これ旧国シンクタンク総称の、としてですね、リーバースアローンという、こうアメリカの減税運動というものがどうやって、選挙戦の中で影響を与えてきたのかっていう、本を旧国シンクタンク総称として翻訳しましたので、ぜひこちらをですね、お読みいただければなというふうに思います。これあれなんですよ、僕の知り合い の選挙コンサルの人間がいるんですけど、はい、読んでもらったんですよ、はい、与党系の、はい、そしたらこれは全員読むべきだと言ってたので、はい、単純にアメリカ政治の本というより、うん、そんな人がいるのかっていうのはあるんですけど、選挙が好きな人も読んでみてくださいこれを、はい、なんでアメリカが今共和党と民主党ですごく拮抗するところになっているのかっていうのも、これお分かりいただけるんじゃないかなと思っておりますので、こういう翻訳本もあと今年はもう一冊共和党のドンの本を翻訳したいと思っておりますので、まあ、そこら辺も頑張っていきたいと思います。はい、いや、渡瀬先生、私は10年前から元祖減税原理主義者を名乗ってきましたけれど、はい、渡瀬先生がいたから実現したなというのは、はい、本当に心強く思いますね。体力が、はい、つけようと思ってます、はい、今日この瞬間の課題ですよね、はいはい、では今日はゆっくり寝てください、はいはいはい、減税を実現できたということと、もう一つは今年の総会では誇りを持って会員の皆様に ご報告できるなと思っておるのが、皇室をお守りすることができたと。本当に皇室に類を及ぼす動きをこの数年も必死になって止めようと頑張ってきましたけれども、本当に提言普及実現で理解賛同行動してくださる議員の方々が、与野党ともに特に野党の中に何人も尊王派の方が広がっていきましたので、流れができましたので、簡単に言うと皇位継承問題は中盤戦の終わりを非常に有利な形で終わろうとしていて、いよいよ終盤戦に入ります。ですから4月以降は終盤戦に向けて、明日も専門家を呼んで、私より圧倒的に皇室に詳しい方に来ていただいて研究をしようかなと、もう休まずやろうと思っておりますので、会員の皆様にぜひ終盤の最後の一手まで緩めることなく奮闘しようと思っておりますので、ぜひ期待してお待ちいただければと思います。本当に皇室のこと、減税のこと、日銀のこと、安全保障、どれかやってる人はいるんですけれども、その全てをやって総合するというシンクタンクってあったかな、そして成果を報告し続けるシンクタンクってあったかなというふうに思っておりますので、これは本当皆様のおかげでやってこれたことですので、今後ともよろしくお願いしたいなと思います。そして渡瀬先生、いつもの告知をお願いします、はい、4月の21日、まあ、今月ですけれども、今月の21日にですね、第5回旧国シンクタンクセミナーということで、自治体経営研究会、まあ、これ、もう5回目なんですね。で、歳出改革の基礎と自治体における持続可能な財政条例ということで、まあ、お話をしようと思うんですけど、まあ、めちゃめちゃ固いね、タイトルがついてしまって、いるので、とはいうものですね、中身に関していくと、あ、こうやってやればきちんと財政運営できるんだなと、地方自治体が、あ、そして無駄な事業ってよく言うじゃないですかね、無駄な予算とか無駄な事業ってこうやれば発見できるんだなっていうような、まあ、そういうノウハウを皆さんと共有できればと思っておりますので、まあ、これ主にね、地方議員の皆さんを対象にしてやっていて、毎回地方議員の皆さんたくさん来ていただいてるんですけども、ぜひともですね、見てらっしゃる皆様、地方議員の皆さん、そして、まあ、こういったことに興味のある方にはまたご参加いただければなというふうに思います。はい、はい、まあ、半分ぐらい埋まりましたかね。あ、そうですね、はい、はい、で今気づいたんですけど、はい、渡瀬先生と江田先生が本があって、私のアーカイブまだ出来上がってないので4月にずれ込むので今は持ってないのと、はい、柿野先生レポーターって、まさか私が女系天皇推進派完全論破マニュアルを見せるわけにいかないということで何もないなということなんですけれど、はい、まあ、そういう楽しくやっておりますけれど、大真面目に行動していて成果をご報告するシンクタンクでいますけれども、と自負していますけれども、本当にこういう活動ができるのは理解してくださる会員
員の皆様のおかげですので、あのセミナーに来ていただければ一緒にあのやってあの救国に向かっているんだと実感湧くと思いますので、ぜひあの参加していただき、議員の方も参加していただき、議員の方もお仲間をお誘いで、あのアクティビストの方は議員の方を呼びかけていただければなと思いますので、今後ともあの救国シンクタンクをよろしくお願いいたします。日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。